皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。この動画は理科の観察や実験でテストに出やすい問題を予想し、その答え方について説明していく動画です。今回は中学2年生の理科、飽和水蒸気量と湿度について説明します。理科室の気温と水蒸気量を測った。この日の気温は30度 C で、空気1立方メートルに 12.8g の水蒸気が入っていた。このように書いてあります。ここにグラフがあります。縦に水蒸気量グラム毎立方メートル、これは1立方メートルに何グラムの水蒸気が入っているかというのを表しています。そしてこちらの横が気温です。温度ですね。何度 C というやつです。で、このグラフの意味なんですけれど、これ飽和水蒸気量のこれ線で、0度 C だったら最大 4.8g、ね、1立方メートル中に 4.8g の水蒸気を含むことができると。20度 C だったら最大 17.3g の水蒸気を含むことができる。今気温30度ですから、30度だったら 30.4g、ね、1立方メートルに 30.4g 水蒸気を含むことができる。こういうことを表しています。でも実際に測ったら含まれているのは 12.8g だったんですね。では30度 C、 ここのところに 12.8g 印をつけておきましょう。今実際に含まれている水蒸気の量を印つけるとここに来ます。1番です。この日の露天は何度 C かと、ね、露天、これは水蒸気が水滴に変わる時の温度です。この露天というのは実際に含まれている水蒸気、これを表しています。今 12.8g ですね。この点を横にずっと動かしていくと、ちょうど 12.8g ここでぶつかりますよね。でこの時下を見ると15度ということなので、この1番の答えは15度 C ということになります。露天は何を表しているか、これは実際に含まれている水蒸気の量を表している。このことを合わせてここで覚えちゃってください。2番です。この日の理科室の湿度を小数第2を四捨五入して求めようと。この湿度の求める式、しっかり覚えてますか？その気温の飽和水蒸気量分の実際に入っている水蒸気量、もちろん1立方メートル中ですね、水蒸気量かける100でした。ではこの式に当てはめましょう。今気温は30度 C ですから、30度の飽和水蒸気量は 30.4 ですから、分母は 30.4 分の実際に入っているのは 12.8g です。12.8×100 と、こういう計算します。この時いつも言っているように 30.4 を下にして 12.8×100 を先に計算しましょう。と 1280÷30.4、 これを計算すればいいんですね。これを計算すると 42.10 となりました。で、小数第2を四捨五入する。小数第2は0ですから、キリストですよね、キリステ。そうすると 42.1 となって、湿度は 42.1% と、このように計算できました。この式ね、その気温の飽和水蒸気量分の実際に入っている水蒸気量かける100、これはしっかり覚えておいてください。3番に行きます。この空気は1立方メートルあたりあと何グラムの水蒸気を含むことができるかと。今気温は30度ですから、30度だったら最大 30.4、ね、30.4g 1立方メートルで含むことができるんですけれど、実際には 12.8、ね、12.8g しか入っていないわけです。ですからまだここからここまで水蒸気を含むことができますね。
じゃあここは 30.4-12.8、 この引き算をすれば出てくるわけです。計算するとこれは 17.6 となるので、ここの答えは 17.6g とこのようになります。4番に行きます。この空気を5度 C まで下げると空気1立方メートルあたり何グラムの水滴が出てくるかと、こういう質問ですね。5度 C ですよね。5度 C はここですよね。5度 C は 6.8g ね、6.8g しか含むことができない、5度 C だとね。でも今入っているのは 12.8g ですよね。これを真横に持ってくると 12.8、 ここにありますね。ここまでしか含むことができないので、ここの部分が水滴になる部分です。これイメージするとき 6.8g しか入らない、水が入らないコップがあって、そこに 12.8g をこう全部入れたらどれだけ外に出てきますかと、外にこぼれてしまいますかと、こんなイメージをすると、計算式が分かりやすいと思います。つまりこれだと引き算ですよね。12.8 入っているんだけど、入りきれるのは 6.8g ですから 6.8 を引きます。そうすると答えは 6.0 となるので、ここの答え 6.0g と、このように計算ができるわけです。今回は飽和水蒸気量と湿度についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。